はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、スターホースポケットプラス。おはようございます。優秀のカードとコラボ、笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます？高級バナナ、プレゼントが届いています。ガチャ、下るか。10回ガチャ引いとこう。PCR 出ますよ。石餅ってどんな馬だったっけ。シーツ馬なんだよな。うん、PCR、SR は七文字だけですね。馬の説明が欲しいところ。クエストを達成しました。ご存知ですか？どんどんいい会話で調教していきましょう。ベストオーバー体重は490キロでしたはず。これは今条件厳しいからな、このゲーム。ご存知ですか？どうでしょう。大根。いい感じですね。ね、天皇賞秋がおすすめされてますね。福島記念もあります。秋をレベルにあるかどうかですね、馬の力が。そうだ、これは牝馬だろうな。いや、ご存知ですか？そうじゃない。素晴らしいです。気象の結果が出ない。いい感じですね。マイルもあるけど、やっぱり空き店かな。昴生くん、今週はレースがあります。あっという間ですね、レースまで。またこう前にっていうか先行させてもいいけど、ちょっと逃げ、嘘だろ。嘘、確かにジージーと。どうでしょう、伸びなかったからな。
8キロはスペシャルケーキがありますね。使っちゃいましょう。いい感じですね。ストマタージは変わらず。何か用ですか？調子もいいし。バタージュはちゃんと合わせてるし、3番人気です。ちょっと急仕上げな感じはありますね。アーモンドアイか、投票受付を開始します。アーモンドアイか、サートゥナーリアか。さすがにアーモンドアイ3つ印がいってますよね。残りがサートゥナーリア。さあこれで逃げをおすすめされましたが、東京の長い直前を考慮して今回は先行で行こうと思います。三強と言えるのかな。これアーモンドアイの一強だろう。行ってみましょう。またひきも出ますね。またひき、ダノンプレミアム、ワグネリアン、スワーブリチャード。この辺りかな。でも、アーモンドアイが強すぎるよ。中距離ならアーモンドアイだったもんな。さあ、天皇賞秋です。栄光の天皇盾へと向かう東京競馬場 2000m のスタート地点、果たしてどんなレースをするんでしょうか。ここまで食い下がれるか。天皇賞秋12頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか。8番ダノンプレミアムが行く構え、ピンクの帽子にご注目ください。これが1番人気のアーモンドアイ、そのうちサートルナーリア、そして4番手に9番片野川上であります。その後ろ3馬身くらいあってスティフヘリオ、内を通りまして1番ワグネルヤン、外から1頭スワーブリチャード、2番アエロリット、4番足毛の馬体ウィンブライト、そして内からは3番マカヒキ、外を通りましてユータンスマイル、ケイアイノーテック。もう一度整理しておきましょう。先頭を行くダノンプレミアム、4分の3馬身リード、そして外からは12番アーモンドアイ、10番サートルナーリアがこれを追う展開になりました。さあ気合はどうなんだ。9番片野川上、この舞台で巻き返しに燃える人馬です。そしてその後ろから6番スティフヘリオ。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ。片野川上は4番手といったあたり。さあ先頭はダノンプレミアムが半馬身リード、さらに外スワーブリチャードが先頭、川田とダノンプレミアム、2番手に外からはアーモンドアイ、ダノンプレミアムが抜け出した、外からはアーモンドアイ、3番手に片野川上、片野川上懸命に追う。このまま粘れるかダノンプレミアム、片野川上が襲いかかる。レイアイボーテック懸命に追う。頑張る頑張る川田とダノンプレミアム、内か外か。最後はもう渾身の鞭さばき、並んだところがゴール。知ってるんじゃないのこれ。うわー、勝ってしまった。片野川上、G1 初制覇です。やりました。1着9番、2着8番、3着駐車レベルも5番以上のように確定しました。 G1 初制覇です。勝負根性 S ですね。まあ妥当でしょう。香港カップは11月の一周ですしね。めちゃくちゃ声が変わった。ご存知ですか。めちゃ出れましたね今。カブラヤ王でスタートを鍛えてるから前に行くような傾向になるのか。
素晴らしいです。まずまずでしょうか。ちょっとバッタ比重がな、方向カップ間に合わないじゃないの。無理ですね、方向カップ間に合わないや。ご存知ですか。確かこれ2段階馬体重がベスト馬体重が上がるんじゃなかったかな。方向カップ入れるにはこの週がギリギリですからね。ところで486キロか。WBC を出せます。コセコなんですが、まあひとまず方向カップ出しても大丈夫なのかな、まあともかく天皇賞秋、初めて G1 を取ることができました。これは大きな戦果、獲得賞金を5600枚、年度馬入りも確定です。この勢いで引き続きやっていきたいと思います。ぜひ今後もとも応援よろしくお願いいたします。応援といえばチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。スターホースポケットプラスお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。